スペシャリストへの道。あいもからんだオールドジェネレーション。どうもからんだ TV の長田とコチモです。モドリーズです。はい、ということでいよいよやってまいりましたと、スペシャリストへの道第4弾多分4ですということで、今回は真ん中にいるポチモくんに焦点を当ててスペシャリストへの道をやっていきたいと思います。でまあね、事前に話してた結果、ポチモくんの得意な分野はまあ大根ズリフティングとかセミの抜け殻集めるとかめんどくさいゲームとか50円玉集めとか、そうあとはまあ手汗とかいろいろありますけど、今回はいろいろ聞いた中で、あ、これ使えるなって思ったのはあれですね、国名とか普通の土地名とか都道府県とかそういう系ですよね。そうですね、僕も50円とかと同じで集める系得意なんで。なるほど。チリもこれね、スタンプブックですね。これ高速道路にいて、すげえスタンプをね、あーうん、面白い、まあ、あ回るとこあるね。これ鹿児島とかまあまあ、あとなんといってもね、栃木東京っていう帽子を持ってるぐらいなんで、しこれですね。どうする、昔流行った、ま、マリモッコリですね。マリモッコリのいろんなね、何これ、何色もやったやつ、光る石あ、ご当地チョッパーとかこれポケモンシーン飾ってるやつ。旅行も月1で行くぐらい、旅行好きと、旅行好きということで。俺旅行月、泊まりの旅行一回も行ったことないんですよ。マジっすか。マジで。ということで、あれですね、もう一回ね、僕も果たしてポジモ君がどれだけね、チリに特化している人間なのかっていうのが分かんないんで、正直僕も全く分かんないですね。まあ、軽くね、あ、こいつできるやん、まあまあやるやんってぐらいのハードルちょっと下げ目のやつを一回質問するんで、一回まずそれに答えてください、はい、でそっからちょっと問題のレベル上げていくんで。了解です。レッツコランダー。じゃあ早速問題出していきます、はい、日本で一番大きい湖を持っている国は滋賀県。おお、山があるのにない県どこだ。山梨県。おお謎謎なの日本で一番北にある県は青森県。おお、じゃあ日本の一番南に位置する島の名前は南、はい、南鳥島。まあそうちょっとふざけましたね。山梨の県庁所在地甲府。おお、愛知県といえば動物でいうと何の形をしている。カンガルー。おお、群馬県の県庁所在地前橋。ちょっとやべ忘れちゃった。鳥取の県庁所在地は鳥取。おお、騙されんかもしれない。予想以上に僕たちはね、知識が知らないんで、まあ、正直のところ、正直県庁所在地は全部いい。県庁所在地はまあ余裕ですわ。気持ち悪いな。でもあれ、チリのあの県の形とか見てわかんない。余裕余裕。で、キモ。もうちょっとあれですね、こういうちょろまかしいやつはもうやめておきますな。ちょっとだいぶグレードアップして、広くじゃなくて狭く深くいきます。じゃあさすがにね、岐阜県、僕たちの出身の岐阜県のね、市町村とか。でも分かるよね、この感じだと。他の県の市町村とか分かりますか。他の県、北海道とか全47都道府県の他の県、それは他の県はさすがに分からんと思うけど。おお、でそれやったらさすがにスペシャリストですけど、やれる自信は。ああ、まあ分かるとか分かるんで、やる。全47都道府県を全部覚えるということですか。全47都道府県の全市町村。じゃあこれ鬼か。あ、いい、覚えます。本当に本当ですか。いや、覚えます。苦しかったらやめていいよ。まあ、MDK というスペシャリストも持ってるんで。あ、なるほど。そこになんか働きながらずっとさ、市町村の紙見てさこうってやってたよねいっぱい紙書いて、ここはここです。まあ、行きますよ。どう、じゃあ軽く一回いいですか。はい、じゃあもう、あ、ちょっとさすがにここの場所は何市かとか難しいもんで、うん、群馬県の市町村を5つ言ってください。群馬県の市町村を5つ。うん、前橋。はい、
出てこないです。下仁田町とか下仁田。ああ、下仁田ネギの沼田。ああ。沼田。昭和村とかだし。まあね。僕が言うとなんか、何言っとんだこいつになるけど、そんなんで通社しそうって言えんの。優しいよ、まあ、この、いっぱいある中の母語で答えなんて、どうなの。ちょっと、ダメ。どうなの同じく繰り返すの。だからモディーバみたいな。まあね、さすがにこれ甘いで、まあそれまでせいでポジモさんね、1ヶ月の猶予がありますが、首をきれいに洗って正座して、あがいてみてくださいよ。ネギ背負ってこっち来て首長くしたって言った。はい。あ、外が騒がしいようですので、もうここら辺で終わりにしたいと思います。はい、1ヶ月後ですか。はい、こんな緩い動画で、まあいいか。はい、今はこんな感じで、うん、まあ次回ポジモさんの成長が楽しみですね。そうですね。じゃあ、それじゃあ意気込みと、あの終わりの挨拶をお願いします。毎日、まあ30分間かけて市区町村全部覚えていきます。おお、頑張ります。はい、それではバイバイ。バイバイ。バイバイ。